練習やりたくない。今日くらい練習サボって遊びたい。そんなことを思ってしまうときは誰にでもあります。そんなふうに思っていながらする練習なんてほとんど成果を上げることないですが、何事も小さな一歩の積み重ねが大切です。大きな夢を描くことよりも大切なことがあります。それは今日という一日を充実させることです。一日一日の積み重ねがあなたの未来を作っていきます。今日を練習しない一日にするか、少しでも前に進む一日にするかで、あなたの未来は変わります。練習をやる、やらないは自分で選べることです。それはつまり、どんな未来を手に入れたいかは自分で選べるということにつながります。たった一歩でもいいから、今日を夢に近づく一日にしましょう。頑張ってください。それでは、楽しいピアノライフを。